エクザルフ、エクザルフとは、聖教会の司教の役職、称号、総主教の施設としての役割を果たすほか、独自の教区、エクザルフ教区を持つ場合もある。総主教代理と表記されることもある。言語である、エグザルホス、英語、ロシア語風表記としては、エクザルフは、上述の司教の役職、称号としての用法のほかに、 東ローマ帝国時代の総督、地方大使等と訳される職も指していた。日本語以外の言語では、東ローマ帝国の総督職と、聖教会における主教としてのエクザルフ等、言語からの転写をもとにした、同じ言葉で言い表すことが多い。総主教が病気療養中等で、職務遂行が不能をもしくは困難になっている場合や、 総主教の永民した直後に総主教座が空位である場合等に、一時的に総主教の職務を代行する者も総主教代理と呼ばれるがあるが、こちらには総主教代行との訳語も存在し、本校で生じずする総主教代理とは、職務内容は大幅に異なる上に、日本語以外の言語での呼称も全く異なる。総主教代理の言語である宗徳、エグザルホスとは、 東ローマ帝国において首都コンスタンティノープルから離れた地方での強められた権威を与えられた支配者に与えられる称号であった。この称号が正教会で以下のような主教の称号として用いられるようになった。476年の西ローマ帝国の滅亡後も東ローマ帝国は中世前半には安定した状態を維持し領土拡張を行う能力を保持していた。 ユスティニアヌス一世の再征服の間に北アフリカイタリアダルマチアスペインが東ローマ帝国の半島に入った。この領土拡張は帝国の限られた資源にとり途方もない重圧となったが、後代の東ローマ皇帝たちは再征服された領土を放棄して重圧を免れる方策を取らなかった。この経緯により地方の変化に向上的に対処する総督府。 が設置されることになる。東ローマ帝国の総督府は、地方において弱まる帝国の権威に対応し、特に、イタリアと北アフリカにおいて、行政権と軍事権を統合し超越した存在であった。ユスティニアヌス帝によって始められた初期の気候形態は、ヘラクレオスによって創設されるシステムに帰結した。ラベンナの中心部にあった最初の総督府は、マウリティウスによって、 整備、組織化された。総督は、コンスタンディヌーポリ総主教の代表としての役割も果たした。同様に、分割された総督府が、シチリア島とカルタゴに設立された。8世紀半ばまでには、これらすべての総督府は、ランゴバルドとフランク、イスラム帝国の身調に伴い失われた。エクザルフ、エグザルホス、総主教代理という語ははじめ、教会用語としては、 自身の干渉する不主教区を超えて管轄を行う不主教の称号として用いられた。皇帝と元老院の住居たるをもって特別な権威をコンスタンディヌーポリ主教座に認めた第四世全地公会においては、総主教、を、パトリアルフの呼称は使われていないが、第四世全地公会規則第九条においては、エグザルホシタの故障が用いられている。総主教の称号は、 帝国が古代宗主教区、ペンタルケアの名で知られる、ローマ・コンスタンディ・ヌーポリ、アレクサンドリア・アンティオキア・エルサレムによって構成される、世界的なキリスト教世界の組織編成を施行した、ところに始まる。このことは、ユスティニアヌステー地下で形成された、単一の帝国の働きの下で行われた、第六全地公会、トゥルーリ全地公会における教会による批准を受け、 宗主教をパトリアルフの称号は古代宗主教座の公式な称号となった。エクザルフの称号はディオクレティアヌス帝の分割による帝国の東側地域における三つの主教区を管轄する不主教に適用されるものとして残った。三つの主教区とはアジア、エフェソスカッパドキア及びポントス、カエサレアトラキアである。後年コンスタンディヌーポリの法令が進歩するにつれ、 これらのエクザルフは廃止され、通常の不主教座に戻された。しかし依然として、エクザルフの称号は、時折、何人かの不主教に対しては用いられた。五代総主教制、ペンタルキアにより、総主教の人数が固定される原則が立てられてから、これらも総主教のいずれでもなくかつ他の主教に超える、権威を持つ主教は、誰でも、エクザルフと呼ばれるべきこととなった。これにより、 キプロス聖教会がエフェソス公会議において独立教会となって以降、その主座主教はキプロスのエクザルフの称号を受けた。短命に終わった、イペク、ペア、セルビア、オフリド、ブルガリア、ティルノバ、ルーマニアといった中世の諸教会はエクザルフによって管轄されていた。これらのエクザルフは宗主、パトリアルフとの称号を帯びることも時折あったが、 同じ原則により、近代の聖教会は、全体的に、大主教の称号を用いることを好むが、キプロス聖教会の主座主教と、同様、市内産の大主教もエクザルフである。近代に入り、ギリシャ人とブルガリア人の間で、ブルガリアの教会の管轄をめぐる20年間にも、及んだ争いの結果、1870年2月28日、オスマン帝国のスルタン。 アブドゥルアジズによって独立したブルリア聖教会が設立されるに至った。設立された教会はブルガリアのエクザルフ教区として知られる。シュザ主教には総主教ではなくエクザルフの称号が与えられた。これによりブルガリア聖教会はギリシャ人が主体のコンスタンティヌーポリ総主教庁から独立した。ブルガリアのエクザルフは オスマン帝国の首都であるコンスタンディヌーポリに居住した。750年から独立性教会となっていたグルジア正教会の主座主教は1008年からイベリア、コーカサスのカトリコス、総主教の称号を有していた。1802年にロシア帝国がグルジア正教会の独立性を破壊して後、グルジア教会の主座、常にロシア人であったわ。 グルジアのエクザルフの称号を有しつつ、サンクトペテルブルクにあった政務会員に席を有していた。1917年4月7日、グルジア総主教座は、全グルジアのカトリコス総主教のタイトルの下に復活した。その独立性は、ロシア正教会により1943年に承認され、コンスタンディヌーポリ総主教庁からは1990年3月3日に承認された。 今日の聖教会においては、エクザルフは、普通、総主教の代理である。多くの場合、総主教に代わって、総主教庁の地元から離れた教会の管轄を行う。したがって、アメリカ合衆国には、セルビア聖教会、ルーマニア聖教会、ブルガリア聖教会、エルサレム総主教庁を代表するエクザルフがいる。アメリカにおける、 エルサレム総主教長のエクザルフの称号は、聖墳母のエクザルフである。1972年、メキシコの女性主教とメキシコナショナル教会が、ダラスのディミトリ大主教と共に、アメリカ聖教会にメキシコエクザル系統として受け入れられた。シリア聖教会の総主教の参加には、インドのエクザルフがいる。広くは、カトリコスと呼ばれるが、古い。 マフリアンという称号で知られてもいる。インドには別に、東方独立、カトリコス教区があるので、混同しないよう注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。